ハイダはどうして、ハイダ君どうしてる、ハイダ先輩どうしてます、会社を辞めて以来まるでニートのように遊びほうけております。こんなことしてたらそのうち積むの分かってるだろ。ライトニング雷ちサンダー。チェックアウト時この伝票をフロントまでお持ちください。わけありじゃなきゃネカフェなんかに落ちてこないか。私屍。お父さんはハイダ君のこと心配してるわけでしょ。うちはそういう親じゃねえんだって。この国は全ての者に平等にチャンスが与えられる国だ。たまたま金に恵まれた人間はどいつもこいつもそう言うんだよ。早く金貯めてここを出るんだ。明るい未来なんて夢見てたら積むからね。怒りとは、それは闇を照らす一瞬の光。名前が売れりゃ風当たりも強くなる。責任も背負うリスクも地下アイドルになるのとはわけが違う。選挙が終わるまで隅っこでじっとしてろ。そんな簡単なこともできないならな、あんたなんか生きるかしねえんだよ。今ここで3人でいられるのはね、レツコが私たちの気持ちに応えてくれたからだと思ってる。負けて当たり前の勝負だ。思い切り吠えてこい。集え、この旗のもとに。悪いけどおとなしくしてんのは無理そうだ。